はい、じゃあガロー先生スペシャル初心者講習第4回最終回、じゃあ2キャラ目お願いいたします。じゃあマイいきます。マイちゃん、はい、おこれは D3D 君も使ってたマイですね。そうですね。相手誰がいいかな。あ、じゃあアンディ選んで。アンディを選んでくれ、それがし君。はい、まあ、マイもですね、まあ、この初心者攻略でよく言ってるんですけど、飛ばせて落とす系のキャラ、飛ばして落とす、それのまあガロスペで多分最高峰に位置付けされるぐらいのキャラですね。はいはいはい、ジョーと並び最高級の、はい、でまあ、とにかくですね、この対空性能が本当非常に高い。敵に飛び込んできて、飛び込む、これです。これが無敵でこのヘリですからね。無敵が尽きてこのヘリ、4分の1も3分の1近く持っていく完全無敵対空、バカ言うなって話ですね。ああそうですね。これ、これは出してるのはダイ。ダイです。ダイが、UM 出すと無敵技があって2ヒットするので、はい、これですね、これを当てる感じで、はい、で、ジャンプ攻撃を無敵部分で透かしつつ地上の硬直で2ヒットさせることで地上くらいになってるんですね。そういうメカニズムで飛び込んで空中で当てると1ヒットになっちゃうんです。ちょっと難しいな、はい、なるほど、なかなか難しい。こういう風になっちゃうんですね。パス当たり、逆に俺当てるのが難しいんですけど、はいはい、で引き付けて出すっていうのが重要になってきますね。必ず引き付けてその無敵を利用して地上の硬直に2発当てて、そうです、そうです。で、無敵があるので本当に怖がらずに引き付けて出すのが重要ですね。はいはいはい、はい、ちょっとこれ練習してみてください。はい、意識してね、コンピューター戦相手でも、はい、でまあ、あ、そうです、はい、気絶値もでかいんですよね。あ、そうですね、大の人と2回なので、これ食らっただけで半分くらいのキャラがピオリリーチになります。ピオリーチ、とんでもない技です。当たればピオリーチということで、当たった方は注意で、まあ、飛ばすための技としてあるのが、まあ、飛び道具、これですね、波長線、これを遠距離でひたすら、まあ、基本弱で出していくことになります。基本弱で、この技、技の発生自体は特別速いわけじゃないんですけども、出ちゃえば本当強いので、はい、これでじっくり体力奪ってとかですね。で、飛んできたの今ガード間に合ってることで落とせるので、あ、なるほど、こんな感じです。はい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 。で、まあ、なるまで投げろと。そうです。生で出すのもいいし、このキャンセル、ひたすら出したりできると。なるほど、なるほど。ダイヤ縛りなどを絡めて、波長線使っていくと。まあ、こんな感じですね、基本的には。はい、まあ、ダイヤ足届く前にひたすらやると、うん。みたいな感じです、基本的には。まあ、とにかくこの流煙部の、対空のタイミング結構独特だと思うので、はい、前を使う方このタイミングをまず覚えていただければと思います。ちょっと癖ありますけども、はい、もうとにかくと結局は流煙部で台を当てるという、そうです、目的でどうするかみたいな感じで、そうですね、本当引き付けて対空という感じで、わ、はい、かりました。で流煙部はガードさえさせれば全く反撃できないクソ技なので、はい、あ、なるほど、飛び込みがに対しての対空が遅くてももう全然ガードされて何もないので、ガードされても OK、はい、うん、全然気にせずに、うん、はい、うん、ガードされても全然気にせずもう一度やってやれみたいな、そうですね、本当そんな感じで、ツイートでもあったコマンド的にも後ろに入るから、そうです、もう最悪ガードになるので、最悪ガードになるし、なるすごい強い、なからないです。支援客問題がありますこれ逆ヨガだっけ、竜巻ですね。竜巻コマンドか。コマンド簡単だし、はい、コマンド簡単ですね。じゃあ出していきましょうよ、どんどん台で。でですね、そうだな、じゃあちょっとまあ牽制技もちょっと混ぜて紹介していきますね、はい、よく使うのがしゃがみ D、 さっきやったやつ、このキャンセルでこの下調線、あ、ちょっと失敗した、下調線がセットですね、うん、でこれは届く、ま、ギリギリの前ガードしてていいよ、届くギリギリの前で振って、まあ、下調線みたいなので押し込むのが基本です。さっきポアテのダイヤ縛りね、でちょっと近い前に近寄られた時とかはいきなりこれでもいいんですけど、しゃがみジャックキック、ジャックキック、これまあ連続技にはならないんですけど結構連打効くんですよ、寝押しで、はいはい、なのでちょっとこれで 2,3 回刻んでしばらく届かなくなるので、届かなくなったら大キックに連携させてみたいな。なるほどなるほど、まあ、全部連続技じゃなくて連携なんですけども、はい、その流れ結構割り込まれづらいので、はい、なるほど、使ってて大丈夫です。近づいた時は割り込まれないように小キックも使っていこうと、しゃがみ小キックね、ちょっと回転が速くて、はい、リーチが短い、そうですね、なるほど。あとはまあこのよく使うの立ち絵、立ち絵、あ、まあ、こんな感じでやりつつ固めにも使えると、こんな感じですね。
で基本使うのはこれ、はい、これ、これ、はい、この3つです、はいはい、基本技になっていると。で、あの前って本当に近寄られちゃうと、あの弱攻撃が回転良くないんですよ。あのいわゆる目押し連続技にならないぐらい連打とか効かないので、はい、その弱技とかその辺の性能はあのベアとかアクセルとかあの辺の系統に近いですね。実はそうなんだ、実は重量級な なんですなので、このギリギリ届く前でこの技を振り回すのと、ね、あるいはもうこの間の距離弱いんですけど一気にガードさせる距離まで行ったらこのダイルエムっていうすごい極端な感じです。はい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 。なので相手がどこまで近寄ってくるか、これを避けて中に入ってきてもこれが待っているので、どこで相手が勝負するのかって感じですね。なるほどね。非常にこの無敵があって投げられ判定もなくなって、はい、もう出してガードさえさせれば前が有利っていう非常に終わってる技です、これ。なるほどね。あでもこれ初心者おすすめだね、そういう意味ではね。あそうです、やることが少ないですからね。あの適当に出すだけでも本当強いんです、強いですよね、はい、相手の技すかし無敵ですかして当てるっていうことはできるわけですもんね。実際僕もそう聞いて使ってましたからね。なるほど。とりあえず大流炎を出しとけばいいよって言われて、はいはいはい。で、そうだな、ちょっと特筆したいのがあるので、あの流炎部って、まあ、近距離だと2ヒットするって言ったじゃないですか、はい、で、まあ、このゲームのシステムとしてちょっとあるのがバックステップ、はい、で、このバックステップの終わり際をキャンセルできるって話を前にしたんですね、はいはいはい、で、そうすると無敵から無敵にできるんですよ。無敵からキャンセルする技によって無敵にできる、はい、という無敵から無敵、この隙がなくなって無敵技につなげられるんですね。なるほど。で、そうすると前の場合この画面端でバックステップと非常に相性がいいのが、はい、この突進技に対してバックステップすると、あのなんだろう、まあ、例えば残影拳ちょっと打ってみて、これに一気にこうやって合わせるのって、まあ、俺今やりましたけど結構難しいんですよ。あそうですよね。これをもう一回出してみて、これバックステップで避けるのは簡単なんですね、はいはいはい、でそれからさらに切り返せるんですよ。やってみて、残影拳出してみて、もっと近くていいよ、これで避けてこのままいけるっていうね。ちょっと待ってください、時間なくなっちゃった。あれですね、僕あのよくイデアさんの方客をあれで返すと超気持ちいいですね。あなるほどね。どうだ、あの本当にあの無敵技を入れる時間、画面を見る時間が得られるので、ひたすらとりあえずやってきたら出すぐらいでいいです。いいよ、こうやってこういった感じで、まあ、ガードになっても全然いいので、全然いいわけですもんね、はい、いいよ、あは微妙にタイミング合わせ、ああ投げなかったね、まあ、後ろなので投げになる時もあるんですけど、あそうか、後ろだから投げにもなるの、あそうか、ひどいな、まあそんな感じですね。これで結構避けられるので、画面端だとこのバックステップを対応してください。まあでもさ、ガロスペっていうゲームの特性考えると、はい、画面端追い込むとなんかほら突進技結構使いたがりじゃない、使いがちじゃない、はいはい、相手もそういう意味では前使ってるとバックステップからの無敵の技があるかもしれないということで、はい、ちょっと戦い方考えないといけないかもしれないね。わかりました、まあ、バックステップの硬直をこのように流炎部でキャンセルするのだということで、これそう対戦の流れじゃないとこういうのやりにくいんですよね。やりにくいよね、読めないんで、難しいですね、タイミングが。わかりました。意外とまあそんな感じです。流炎部はその辺の使い方も覚えておくとありですね。はい、他にはそうだな、あ耐久技とか一応他にも紹介しますか。耐久技基本流炎部でもちろんいいんですけど、あれはあくまで近距離の場合なのでちょっと遠い間合い紹介します、ね、はい、飛び込んでいって、飛び込み遠距離 C です。遠距離 C、 これが非常に強いです。上方向向いてて大パンチ、これが強いですね。見た目にちゃんと耐久っぽい、この前に流炎部出すとちょっと2ヒットはさせられないので、あなるほど、これで安定しますね。早めに出すのがコツです。あ強いですねとかそんぐらいですね。ああ難しい、あと空中内とかもあるけど、まあ忘れていいです。なるほど、超強いですけどあ空中投げ、こういうこともできるんですけど、これもあの10名で紹介した時と同じようにめちゃくちゃ強いです、こいつの空中投げも。ただですね、ちょっとこのキャラってジャンプするまでが他のキャラに比べてちょっと遅めなんですね。ほう、なのでちょっと癖があるんですよ、うん、なのであの10名と同じ感覚でやろうとすると意外と失敗するので、そこはまあ気をつけてください。あジャンプするまでの時間が長いんだ前って、ちょっと長いです。へえ、重量級ですね。使うとなんか分かるんですけどね。なのでまあ基本はこれでいいです。これが簡単なので、このヘリですからね。一瞬なんか溜め込むんですよ、溜め込むなんか、あ本当だ、
強いとかね。おお、こんな感じにはできますよ。あーできねえ、難しい。おお、難しいな。まあこれ狙うならね、はい、リュウェブでいいじゃないか、まあ、リュウェブでいいじゃないかって話だよね。あ、あとそうだ、じゃあ超必殺ちょっと紹介させてください。超必殺技、これもね結構強めなんですよ。マイノも、はい、減らして、ガロ2だと確か出しとくとかそんなじゃなかったっけ。あ、そうでしたね。じゃあしゃがみガードしてて。マイノは、まあ、分かりやすいのが4回削る、4回削るというのがあるんですね。で4回削って、まあ、あのヘリなんですけど、硬直はすごいあるので反撃食らっちゃうんですけども、はい、あれだけ削れるので最後の削り非常に強力です、はい、なのでこれだと反撃なかなか打てないですね、あんまりでかいのは。なので削り目的で最後押し込むのには使えます。なるほど、微妙に出掛かり無敵もあったりするので、まあもしかしたらうまく使わせて当たれられるかもと。でこれも削り用の技ってを考えていいのかね。そうですね、一応連続技で射強パンからつながるんですけど、はい、まあ威力も少ないので忘れていいです。忘れていい、なるほど。削り用の技です。削り用の技ということで、でも十分実用的なので要所要所で使っていってください。とどめの一発にどうか皆さんご検討という感じですかね、はい、そんな感じかな。他の技はちなみに必殺技含めてあんまりないですね。いらない、忘れていい。ないです。花鳥戦龍炎武以外はもういい、まあ、忍び鉢とムササビの舞は、はい、あんまり強い技ではないので忘れていいです。忘れ、最初はまず忘れていいと。ちなみにちょっとガードしてて、あの龍炎武で燃やした相手を忍び鉢で追っかけてってなんか舞を詰めるとかいうのもありますね。あ、移動手段としての忍び鉢、終わり際をやれればいいですけど、基本投げ角です。投げ角、本当に終わり際を起き上がりかぶせるとかですね、これ投げ角、まあ、結構リスク高い技なんだね。一応あの飛び道具すかしたりとかもできますけど、はい、まあ、見せ技とか大道芸の領域なので忘れていいです。はい、わかりました。ささみの舞も、まあ、コントロール、打ちとかコントロールできますけど、別に強い技じゃないので忘れていいです。ああ、ちょっと出るまでが長いんだね、相手にその行動読まれるっていう。そうなんです。で、あの突進してて強い印象あるかもしれないですけど、弱パンとかで普通に落ちちゃうので、はいはいはい、大した技じゃないです。散々こき下ろします。まあ忘れていいです、本当に忘れていい、その2つはないです。忘れろと、忍び鉢とムササビの前はひとまず忘れろと。そうですね、そんな感じです。わかりました。大体そんな感じ、そんなもんすかね。はい、なんか質問とかあります？質問なんかありますか？パパパッとやっちゃってますけど大丈夫ですかね。大丈夫？あ、連続技紹介するか。連続技、じゃあ一応連続技紹介します。あんまりないんですけど。あんまりない。要するにさ、龍炎武当てても強いんだもんね、だって。あ、そう、あ、じゃあテリー選んで、あ、まあいいか、当てても反発で龍炎武当てるだけでもいいみたいな、そういうことなんですかね。あの龍炎武があのヘリなので、はい、で、連続技もあの龍炎武です。弱攻撃キャンセル龍炎武です、はい、あ、弱なのか。弱攻撃キャンセルリュウエンブ、あの強攻撃やるとリュウエンブ繋がらないんです。あ、本当だ、あ、本当だ。弱で必ず弱、弱だったら立ちだろうがしゃがみだろうが繋がるので。はい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 、わかりました。でも弱だからダメージあんま変わんないってこと。あ、まあそうですね。だから要所要所で当てるって感じです。なんかの隙にとか、いや、ピヨった時はもうこれでいいんだね。あ、もうこの生でリュウエンブ当てるぐらいでも十分です。あ、なるほど。リュウエンブ自体がすごい減るので。そうだね。で、前は本当それよりも重要なのが立ち回りなので、はい、いい間合いをキープしたりとかそういったことに注力してください。もう投げとかでも十分です、そういった時は。なるほど。あ、じゃあギースとかと近いんですかね。あ、近いですね、はい、立ち回り的にはね、はい、あんまり連続攻撃は強くないんで忘れていいです。忘れてくれと。そうなの。練習したのに一生懸命言って。悪くはないけど別に特筆する性能ではないので。あ、そんなに性能が良くないと。そうだったのか。まあ返せますけど、もう返せますけどってだけですね。なんか先週それは普通の性能です。先週の僕みたいになってますけど、まあできなくないけ けどだったらショーパン振ってればっていう話になっちゃうわけですよね。あ、あのね、ベアのタックルとか返すのには使えますよ。あ、ベアのタックル用の技と、はい、考えていただければみたいな。まあペアだから別にこれでも返せるんですけど。あ、まあそう。龍炎武使えって話ですよ。でも敵ついてんだもんね。そうです。気付けて、あるいは絶対当ててやれば。そうですよね。まあ、バックステ龍炎武こういった、ね、コンビネーションを、これが本当重要です。カウンター技に使っていこうみたいな感じですかね。大丈夫ですかね。そんな感じですかね。大丈夫かな。大丈夫あんまりないのかな。いいよこのヘリ。あ、はい、ちなみにあれです。前も。
あのスライディング潰す飛び込みしかもいっぱい持ってるので、お教えてもらえた、全部落ちるのかな。なのであの強い方に分類されますね。はい、あそうなんだ。潰す、あじゃあジョー選んで、ジョー選んでもらっていい。いや、まあ、あんま前飛び込むキャラではないのであれなんですよ。そうだよね、そもそも飛び込まねえよって話なんだよね。いや飛び込むからスラタイクやろうとして裏回られてな。下手に飛び込むとペチ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 ってすぐピヨるから、まあ、ジャックキックとかジャックパンチとか、あーダイパン無理か。これでまあジャック攻撃ですね、安定なのはジャックパン、はい、ジャックキックってことができます。ジャック攻撃は結構スライディング潰しに使えるということで、そうですね、飛び込むときはその辺で飛び込んでみたらどうかなと。もうこんな感じで適当に入れ込む。ジャンプ遅いですからねこいつね、はいはいはい、あんまり飛び込むことがそもそもねえだろって話でみたいな。はいはいはい、あそこからまた固めに持っていく。あ、レッドガードも入るんですね。あ、一応入りますね。当たればチャンスですね、うん、まあ一応です、はい、大丈夫ですかね。まあこんなとこかなと。はい、じゃあこんなとこかなということで、まあ本当シンプルに届けて、とにかくこれです、もう一人のこれ、うん、もうひたすらこれで飛ばせて、飛ばせて落とす、落とすと。とにかく飛ばせて落とすことが前の基本であると、とりあえずは思っていただければなと思いますけどね。自ら飛ぶことはそんなにねえかなみたいな。あ、そうだ。あと一応転ばしたのが置き攻め、ちょっとガードしてて、龍炎部を起き上がりにかぶせると結構、あ、じゃあ転ばせるからガードしてて。はい。あ、ごめん。結構起き上がりのこの尻尾部分って当てると、あのこっちが有利なので、そのまま弱攻撃キャンセル UM ってこともできるんですよ。あ、なるほどなるほどですね。終わり際で1回余分にかあの削るみたいな、削れるみたいな感じだね。で、はいはい、あ、そうだ、紹介しなかった、飛び道具打ってきて、この尻尾部分で相殺できるんですよ。飛び道具、飛び道具を削る。で、飛び道具同士で相殺するよりも尻尾で操作した方が早いんですね、回転が。あ、はいはいはい、なので飛び道具合戦で弱の流炎部をうまいこと使うことで優位に立てるんですよ、はいはいはい、でうまいこと近づいて台足を当てたりとかもできるので、その辺を、うまいこと狙うと。じゃ飛び道具合戦するときは弱の流炎部も有効な時があると、はい、操作専用と思ってください。はい、わかりました。はい、そんなとこですね。最近の大会で微分さんがよくそういう感じのすごい教科書的な立ち回りで花が強いなと思って、こういう形かと思いましたね。はいはいはい、うまいなと思って。じゃあジャックは普段あんまり使うことはないけど、飛び道具結束には使うんだね。そうです。なるほどなるほど。あとはもう起き上がりにかぶせるとかそれぐらいですね。はいはい、ありがとうございました。結構引きつけてもいけるので、はい、この辺はうまいこと。じゃあ自信を持って使っていこうということでね。はい、というわけでマイちゃん編以上でございました。一回切りますね。